やっぱり結婚はしたいと、メグロレンアイドル、らしからぬ発言を連発して SNS で謝罪。スタートエンターテイメント、旧ジャニーズ事務所に所属する若手アイドルの中で、トップクラスの人気を誇っている、スノーマンメグロレン27。7月期のドラマ、海の始まり、フジテレビ系、で伝統の月9枠にて初主演を務め、ポスト、木村拓也とも呼ばれている。そんなメグロの発言に対し、ファンの間で波紋が広がっている。 ことの発端は、9月15日に放送されたトーク番組、僕らの時代、フジテレビ系。この回はメグロのほかドラマのプロデューサーの村瀬健主題歌、新しい恋人たちに、を歌ったバックナンバーの清水よりが集い、3人でトークを繰り広げていた。その中で、ドラマのテーマにも関連している結婚について話が及ぶと、メグロは、僕も一人の人間なんで、やっぱり結婚はしたいと、本音をとろ アイドルはファンありきの仕事でもあるが、彼は応援してくださる方たちは、僕だけで幸せを感じていて欲しくない、自分はファンにとってないと悲しい、という存在じゃなくて、あったらいいなって思われるような存在でいたいなどと、率直な気持ちを明かしたのだった。多くのファンを抱えるメグロだけに、ネット上では様々な意見が寄せられていました。ファンに幸せを与えるのがアイドルなのではあれは付き合ってる相手がいるね、と反論する人や、アイドルは夢を売ってなんぼだけど、 こんなバカ正直なアイドルがいたっていい。だからこそ自分はメグロレンに惹かれたふめめ、メグロレンが結婚願望強いのも、ファンに一線を引いているのも昔から分かりきってることだから意外じゃない、と、肯定的に捉えるファンもいたんです。アイドル誌ライター。メグロのコメントがネットニュースなどでも取り上げられたことで、他のアイドルを応援するファンも SNS 上に試験を投稿。トップアイドルの結婚観が話題を集めた。インスタで釈明。 すると、メグロは18日に個人インスタグラムのストーリーズを更新。俺のファンへ、と前置きした上で、ないと悲しいじゃなくて、あったらいいなで入れたらなって変わらず思うよ幸せでいてね、笑っててね。俺のファンじゃない人は話したことないし嫌だったかも自分のファンのことしか考えずに話しちゃった。ごめんなさい、と釈明した。これに対しネットユーザーからは、メグロって言葉選びが下手だよね。と、貧粛を買ってしまった。 そんなメグロの弁解を受けて、スノーマン加入後のブログを思い出した人も。スノーマンはもともと6人組だったが、メグロは一重引用父19年1月にラウール、向井孝二とともにグループに加わった。同年2月、ラウールを除くメンバーが出演していた舞台、滝沢歌舞伎ゼロのポスターが大阪、梅田駅に貼られていたのだが、メグロ、向井の顔にバツ印が付けられていることが判明した。新メンバーを快く思っていないアンチラの仕業ではないかと。 SNS 上が騒然となりました。同月5日、メグロは当時担当していたブログの中で、俺たちのこといじめないでしょう。だだこねてる子猫ちゃんたち、爪底で研ぐな。ショーなどと、言及。何かと言い返したくなる性格なのでしょう、どう。プライドが高く、負けん気が強い人こそタレント向きとも言えるが、あくまでアイドルは人気商売。メグロ本人は、ストーリーズで、俺のファンへ、と呼びかけていたものの。 今回ばかりはスノーマンファン以外の人々にも違和感を与えてしまったようだ。フライデーデジタル